河内町は、茨城県の県南地域、稲敷郡にある町、東京都市圏、成田国際空港株式会社から、成田国際空港周辺対策交付金を受け取る自治体だが、成田空港県自治体連絡協議会を構成する自治体には含まれていない。茨城県の南端に位置し、利根川と新利根川に挟まれている。 南北 2.8km、東西 19.2km。町内のほぼ全域が、江戸時代以前に干拓された、干拓地である。明治の大合併で誕生した金剛津村はもともと、下佐国香取郡だった。明治中期に利根川がほぼ現在の流路に改修され、香取郡は川により、分断、北部は、 千葉県から茨城県に、輿県資金郷津村は、稲敷郡に編入された。つまり、町内に、日立、下大佐の国境があった。現在、大阪井の地名が名残を伝えている。西隣の北相馬郡利根町と同様、都心回帰や、交通の便の悪さの影響により人口は21世紀に、入ってから、急減傾向にある。 廃校龍ヶ崎駅前に乗り入れる河内町、コミュニティバス町内に鉄道は通っていない。町内の上層大橋を車や徒歩で渡り、千葉県成田市にある JR 成田線の勝川駅を利用するか、町営バスで龍ヶ崎市にある関東鉄道龍ヶ崎線の龍ヶ崎駅を利用することができる。かつては大乙女交通自動車による鳥出駅からの反対便や塞駅を結ぶ路線。 千葉交通による京成成田駅と突合を結ぶ路線、関東鉄道による龍ヶ崎駅と中近交通を結ぶ路線があったが、いずれも利用者源により廃止された。ありがとうございます。